はい、おはようございます。今日はですね、はい、どこへ来てるんですか？大春南小学校に来てます。はい、なんとですね、今10時半です。10時半、朝早めにはありますね。ちょっともうちょっと遠くがいいけど、これはちょっと私が持ちましょうか。え、はい、私が持ってます。すごい、あ、10時半で、実は今日ですね、ディレクターの宮下さんと、うちの、スタッフと、朝7時半前、7時15分に学校へ来てたら、ちゃんと学校の先生が門を開けて待っててくれました。ありがたい。もうバッチリでした。ありがたい。ね。さあ、あと15分ぐらいで始まりますけども。演奏が始まります。さあ、さいちゃん、今日はさっきリハーサル来ててどうでした？いい感じ。もうこれは子供たちが喜んでくれるんじゃないかなと。私の指揮はどうでした？頑張ってた。ちょっとみんな笑ってたのに受けました。そう、あれはね、そうなんです。楽団の皆さん、ちょっとそれはね、バカにしますよ、それで。バカにしてるっていうか、なんか可愛いぐらいの。先生、はい、どうぞ、ありがとうございます。今、先生が来ました。だってね、紹介もだってマエストロですよ。マエストロ、ね、今日マエストロ。完全におちょくってますからね。面白い。でもね、いくら早くしてもね、全然いいこと聞いてくれない。しょうがないですね。ぐるぐる回してもね、そう。関係性の問題がある。吉岡君、コンサートマスターが行けば早く動くんですからね。ら、本番はでもちゃんといいこと聞いてくれると思います。子供たちがいっぱい来たぞ。入ってます、はい、映せないんですけど、子供たちがちょっとワクワクした表情で来てくれてる。また終わったら、動画がこれから撮りましょう。ますので、ね、明日は中学校です。そうです、小学校、中学校と回ります。はい、よろしくお願いします。バイバイ。今西東中学校のもうすぐ音楽鑑賞会が始まる直前です。もうすぐ始まるところ、ね、今生徒さん入ってきてるね。生徒さんがたくさん入ってきて、マーシーさんの謎の衣装を指差してる子たちもいますけど、サンタクロスと間違ってるかもしれないですけど、はい、でもみんなね、あの廊下に貼ってあるというか、その壁に貼ってあるやつで、私の姿を見ているので、はい、まあ、なんとなく想像はできていると思います、はい、楽しんでもらえるように頑張ります。はい、さいちゃんの、さいちゃん生まれたのは日清ですか？日清なんでね、ちょっと親近感ありますけど、はい、ということです。はい、お願いします。ということで、今日は12月23日です。これって天皇誕生日だったんじゃない？もう今ないね。だった、違う。あ、そうか。はい、あ、だ、天、元。じゃあマイクチェック兼ねてやります。最初作曲者誰だが、連敗またかかってるということ。あ、ちょっと早くした。また。ちょいちょいちょい。あ、でも本当にこの YouTube でさ、私のこのまん丸さ具合が悲しくなる。ん、今本当に何が本当にピークに太ってて、また、あ、それはなんで？いや、食べ過ぎですよ。食べ過ぎ、飲み過ぎ、食欲の秋、食欲の冬を堪能しておりましたら、ね、まん丸になって、あ、名人劇場あるのに、もう丸、また勝手になんか誤解人だと思われる、マジで、もう、あ、違うの、誤解人では、違うよ、もう違うよ、ね、違うのに、私でも、そうか、でも、でもそれっていじらない方がいいんだよね。もうすぐ今ね、またはらね、またはらっていうのは、ま、いやでも、またニティハラスメント。あ、そうか。いや違う、本当にでも、単純に太ったから、でも、パッと見そんな太って見えなくないですか？じゃあ、私って大丈夫、うん。いやでも、お腹周りが結構出てるから、気を抜いて地下鉄とか乗ると本当に譲られる。嘘じゃなくて。ああ、おめでたと思うんです。そう。いや、違うのにっていうぐらいにはちょっとこっちゃい、あ、でもね、中年になると、はい、中年になるとお腹は誰でも出るよね。なんでなんですかね、あれ。ね、なんでか知らないけど悲しくなるんですか。腹筋とかしたらいい。うちのかみさん細いじゃないですか。あ、細い、細くてもやっぱりね、お腹は出るから、どう、どうしようもないよね。体重とは関係、ここにおもしのけた方がいいですかね。あれ、なんか下がってる。これもう少し上げればいい。なんか、うん、筋トレ？あ、そうか、筋肉つければいいんだよ。そうで、筋肉運動したくないんだよね。うん、でもこれ使う？何が？さえちゃんお腹出てるって話を今してますけどね。いいよ、別に使ってもいいんですけど、うん、みんな、みんな見てよ。今これ今意識してる。意識してる。意識してる。大変だね、お腹も意識しなきゃ、花粉も意識しない感じ。そう、あ、そう、花粉も意識しなきゃいけないんだって、もう今日意識することが多すぎて、ドンつって落ちるからね。あ、あ、これは気をつけて、はい、はい、
じゃあ、はい、頑張りますか今日も。まあでもね、はい、私名人の後めっちゃ食べる気満々です、うん、あ、なんかね、メニュー送られてきたよ。なになに、あの見たい見たい。でもね、和食だよ。だから日本酒、え、お腹、日本酒、お腹いっぱいになるかな。あ、多分ね、あのサイちゃんの分に、あの 1.5 倍は食べれる。本当に、うち神さん来るから食べたいよ。お腹空いてるもん、絶対常にお腹空いてる最近、うん、朝起きた瞬間からお腹空いてるし、なんか常にご飯のこと考えてる。え、秋だよ、秋、もう冬だけど。しかしね、そう、でもね、本当に忙しくて飲みに行けてないんだよな。楽しみ、はい、ということでやりましょうか、ね、はい、はい、思い切ってぜひ今週から参加してみませんか。合ってる？合ってないよ。モーツァルトだよ。ねえ、やだ、モーツァルトのとこで聞いといてお願いだから、ね、モーツァルトのとこで聞いといて。ダメだ、それはダメだ。やだ、もうやだ。そうね、あそこまで行って、あーもう、いやーもうやだ。うわ、さ、まあでもそこはそこで聞いてる人面白いので、あそこまで行って当たったと思ったのに、うわうわうわ、ああ。ということで、さえちゃんは水死です。考えないかい、問題ちょっと考えよう。はい、血やられたわ。はい、この後も FM1 で素敵な土曜日をお過ごしください。おはようございます。ということでね、今日はですね、お墓の学校も取り上げたんですけど、はい、当日のちょっと面白い話というかね、うん、大春南小学校は結構あったかかったので、まだだからそんなに朝ね、私は7時半から仕込んでました、うん、早い、さえちゃんは部長出勤でね、まあ、早く行ってもほらお邪魔になっちゃうから。そうそう、邪魔。でもね、さえちゃんみたいな綺麗な人がいたらみんな頑張って仕事。嘘じゃん、みんなそんなこと思ってない。嘘言うの早いよ。早っ、嘘って言うの早っ。で、問題は日清の、はい、東中学校は寒かったんですよ。寒かったね。だからなんかコート着てやって、さえちゃんもなんかすごいなんかワンピースで薄かったじゃん。めちゃめちゃ寒かった。でも結構頑張って、ね、あのジャケット着て、その上からダウンコート着て。でもなんか懐かしい、あの寒さって思って、ね、中学校の時って寒い思いして頑張ってたじゃないですか。そうで、名古屋市の、はい、西川に大春町があって、うん、東川に西なのに、やっぱり西は田舎なのかなと思っちゃったんですね。寒い、あんだけ一日が違うのに。関係ない。あんだけ寒かった。でも私すっごく懐かしい気持ちになった。緑に囲まれてたじゃないですか、うん、中学校が、はいはい、ちょっとしたこう山道みたいなところが、そう、山の上にありましたよね。そう、うわ懐かしい。 で自転車も置いてあって、あ、そうか、うん。で、さえちゃんが言ってたのは日清、まあちょっと非公開、あ、非公開、一応非公開だけど、でもあの母校ではなかったんですよ。でも、まあ、調べたら分かっちゃうと思うんだけど、うん、母校ではなかったんですけど、似てるんですよね、やっぱり日清の中学校ってことで。山の上にあったの？山の上ではないんですけど、田んぼの中にあったので、はいはい、なのでこうで自転車通学、うん、ヘルメットかぶってしてたから、うわもう本当に本当に今風に言うとエモい。あ、そうか、あの辺はじゃあ、20年ぐらい経っても変わってないってこと？変わってない。なんか駅の周りとかはすごくね、うん、こう綺麗になったし、それこそ何ですか、あの大きいイオンみたいなできたじゃないですか、うん、赤池、名前忘れちゃった、なんだっけ、赤池、赤池の、うん、あるじゃん、あーもう全然出てこない、ね、ほら地名、違う赤池のほらできた、ほらイオン、イオンみたいなやつ、なんだっけ、知らない、アピタ、アピタじゃない、赤池のほらほらこの間行ったのに、なんだったっけ、あ、嫌だな、え、なんだ、赤池ショッピングモールがあった、そうそう、大きい、そうそう、昔なかったよね、ない、ない、何にも、もう平原しかなかった、いや、何にもとは言わないけど、でも本当になかったのに、うん、あの大きいショッピングモールができたりとか、あの辺は結構にぎわって、ほら背の高いマンションもいっぱいできたじゃないですか。そういえば赤池ってあれ名古屋市だよ。でもえ、嘘、日清ではないよ。あ、そうなの。もうちょっともう道挟んで向こうが日清かもしれないけど、まあ、でも言わせてもらいますけど私も日清住んでるって言ってるけど、もう名古屋歩いて1分ぐらいのところに名古屋市、ああそうか、ギリギリ境界線が、そうそうそう、ああね、電話番号052だ。あ、本当にっていうっていうアピールをすごいして、0561だったんじゃないの。違う違う、だからそうやってなんか中高校に、あの日清以外の高校に行った時に、うん、あの日清出た時に結構周りがいじられる、日清州、日清州って052ですって言ってたっていう。あ、そういえば大春の、はい、あれも052なんですよ。ああ、そうなんだ。あれ雨郡なんだけど、名古屋市の052、あ、日清すごいね、日清も私は長くてなので0561、あ、懐かしいで0561、それもその後
2曲ですよ。あで番号が4桁。知ってる知ってる、分かる分かる。私友達の電話番号空で覚えてたけど、あの昔家電しかなかったから、その0561だから5つの数字を覚えれば家かけられる。そう懐かしい懐かしいな。ということで同じね、はい、愛知郡だった。愛知郡、愛知、うん、もうすごい昔ね、もう今は市ですけど、そうやって見るとサイシャとなんか同級生っぽく感じちゃう。違うのにね本当に私も錯覚するんですけど、パパぐらいの年齢娘ですからね。ね。ね、不思議。だけどなんか喋ってると私の平均年齢が低いのか、さえちゃんが上なのか分かんないけど。分かんない。ちょうど間ぐらいですよね。ね、はい。10年だから、10年の中なんで。はい。ということで、そう、はい、ね。ということでね。はい、もしかしたら小学生の子か中学生の子見てくれてるかもしれないです。そう。で、またこれね、ぜひね、コロナも本当に今、完全にまあ、あの落ち着いてきたので、うんうんうん、学校訪問の募集はやりますというか、あの応援してくれてるその、ね、スポンサー大道さんはこういうのすごく積極的なので、うん、あの必ずまた来年はねこうやって募集あるので、ぜひぜひ、ね、あの学校関係者の方見てたらですね、見てたらぜひぜひご応募ください ね、 ださいね。楽しみにしてます。はい、はい、ということで、そして参加もしてください、番組にお願いします。お願いします。ということで、じゃあまた。丸いな。